よし、到着。危なかった。あ、お金めっちゃある。買っとこう。5つぐらい買うか。ここセーブできないんだよな。弓買えます？弓買ってみるか。金あるしね。そして50本の矢。もう1個買っとくか、50本の矢。どうせ死んだらね。一回戻ってセーブだけして。弓は B でできるんですね、こういう。あ、減ってないように見えて減ってんだね。2食らってる。弓使ってみてえけど、と早いんだよな。剣の方が。え？ B？B なんもなんないですよ。あれ？弓買わんかったっけ？あれ？弓あるよな。これでいいのかな。あれ、なくなってる。あ、できたできたです。一回セーブするか。セーフがここしかねえっていうのかな。ここじゃなかった。あれ？どこだ？あ、ここか。リセットボタンを押しながら電源を切ってください。いきなり電源切ったらバックアップ飛ぶんだっけ？こいつ早いから無理だな。あ、でも無理じゃないか。まっすぐ来るもんね。あ、開いた。あそこの塔がよくわかんないな。塔ぐらいクリアしたいですね。やばいやばい、囲まれる。
レベル上がった。結構ダメージ。あ、え、王女様じゃね。ピーピーピー取る。天から声が聞こえる。よく似ているがお姫様ではないぞ。人さらいはやってはならんのじゃ。人なのこれ。どういうこと。え、あれ誰か言ってたよな、似た人見たって。もうおばちゃんやったっけ。ああ、この人だ。でも言うこと変わってないな。治療だけ受けとくか。取れないってこと。お姫様って何？芋虫なの？これなんかの猿かな？よく見えないんですけど。あ、こっちも行ける。うわ、めっちゃ塔がある。入れない。なんかエンカウント率が高いところもあれば、なんかそうでもないところも。やっぱここか。これでも黄金の弓がどうのっつってたような気がするんだけど。なるほど、これでライトがいるんだ。バッテリーがいるんだな。松明とかじゃないんだね。何時代設定なんだろう、これ。剣とかで戦う割には、なんかバッテリーとかライトとか。ボタンを押して離すにしてほしいな。触れただけで話すんだよ。多分バッテリーとライトだと思うんだよな。バッテリー2つ買っとくか。荷物がいっぱい。マジか、傷薬こんな買えないよね、ライト。マジか、こんなに余白あんのにさ。え、ここ余白あんじゃんね。レベル上げるか。254。今レベル4、5。
お姫様虫なんすかね。よくわかんないですね、設定がね。まあこういうよくわかんないゲームやるっていうのもレトロゲームの面白いところ。あ、これで傷薬使えばいいか。はい、これでライト変えるでしょ。なんだろうな、このデザインすごいな。これライトでしょ。ジョンソンってなんでしょうね。一回セーブし行く。セーブ大事だよな。続きもになんのかな。なんだっけ、ファリアやったっけをクリアするまで。誰もなんかこう気にならない。でも面白くないかって言われたら、この戦闘がまたねこういう感じなので、設定はねどうかと思うんですけど、もうちょっとこういろいろあったら、厚みがあったらいいなって思うんですけど。話してみようか。あ、宿屋が言うんだ。これで ファミコンのいつぐらいの作品なんだろうな。最初のあれ年号見てねえな。あ、お金取れんかった。洞窟強いのかな、敵。え？あ、これバッテリー切れたら何これ。スライム多い。スライム強えな。待って、使う。これやばいな。これ戻った方がいいか。え、分裂した。あー、あの紫の、え？なんで分裂した？まあスライムだから分裂はするんでしょうけど。ああ、こうブルブルってなった時分裂してんな。ダメだ、ここ帰ろう。うわー早い。ちょっと待って、使う。
で、使う使う使う。これやばい、帰ろう。うわ、めっちゃ多いな、おい。ここに来て、やばい匂いがプンプンするな、ここ。1989年、平成元年ぐらいかな。ん？何？何？え？え？待って、なんか逃げるっていうのできるって言ったな。戻ろう戻ろう。怖っ。まず塔行った方がいいのかな。敵の強さ的に。どっちか やりたいっすね、今日中に。洞窟か塔かどっちかを。あ、もうすぐでレベル上がる。お金も316あるな。弓矢を使う暇がないな。暇っていうか考えがない。カエルだけ買っとこう。なんかな？ん？まだ買える？荷物いっぱい。ジョンソンは持ってるだけで戦闘時に足が速くなる。マジで？ベン・ジョンソンから来てんのかな？買えないな。この辺の敵を。レベルを上げよう。やっぱレトロゲームはいいね。なかなかにこう、面白いっていうか、変なゲームもあるしね。やりごたえがあるゲームもあるし。よし、レベル上がった。このゲーム持ってはいるんですけど、やったことなかったんですよね。多いな。レベル20ぐらいで HP ってあれマックスなりそうな気がするんだけど。このトンボみたいなやつ早いんだよな。バッタかトンボか分かんない。これタコなんかな、こいつ。なんか宇宙人っぽい、宇宙服みたいな感じの着てるけど。
ジョンソンは買っていきたいな。もう使うか。もったいないけど。持ち物の制限もあるからな。これ難しいでしょうね。どれぐらい速くなるんでしょうね。持ってるだけでいいんですか。あ、ほんと速い。全部が先頭のとこになってるから俺が足速いんだ。ここ行き止まりだもんね。やっぱあの2階に行く感じなのかな。あいつ一発になってる。こいつらか。なんで当たんのよ。当たりすぎじゃね。ん？あれ？なんで当たんのよ。あれ？ここ正解なのかな。敵がいない。ここ四方八方空いてない。マジかよ。こっちも弓を。こっから来たんだよな。
え？攻略法見るか。像を見つけたら左から右に押すと扉が開く。うん、これわかる。あ、ここダンジョン書いてあるマップ入り口。うわうわ、めっちゃこんがらがあるな、これ。C に行くのか A に行くのか。A に行かないといけない。こう行って、こう、ずっとこっちか。なんでだ。こっちの突き当たりまで行って。でこいつ嫌い。めっちゃダメージ食らう。おレベル上がった。ファミコンだからそんなにあれじゃないのかな。ここ A にで、A に行かないといけない、まず。で、銅像があるので、案外え、この銅像を動かす。で、戻る。で、H に行けと。うわ、あ、ちょ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 、こっちから。体力大丈夫？まあ大丈夫か、半分ある。こっち行って
くそ。こっち行って。ここか？この上か。ここを登らないといけない。だよな。H を登れって書いてあったよな。H から2で C、で、すぐ銅像があるので、で、銅像を動かして、銅像を動かしてで I から2階へ I から2階あーそこか。愛から2階行って銅像、愛から2階銅像 D を動かす。銅像 D はあそこか。うん、あ、見てなかった。ここ行けないじゃん。こっちで合ってんのか。敵倒したらこれ開くのかな。開いた。ここだけなんか急にゼルダっぽくなってる。でこれを動かして、で戻って、ここ全部倒せば開くはず。あれ？ちょっと待って。開いて。うわーこれ卑怯。ここ行けないもん。宝って書いてあるんだけどな。ん？マジかよ。あれ？自分がどっかわからんくなってきた。か。で、ここが I だから B から2階へ、一番奥でボス戦。隣か。ここ愛だもんな。で B 奥にボスがいると。
さあ、なんかいるらしいですよ。こいつか。そんなにスピードが速くない。やばい。剣が。やばいやばいやばい。よしよしよし。あっけねー。あ、姫、あなたは誰です。あれ、芋虫みたいな感じじゃないぞ。カマボ、私はカマボと申します。王の命により助けに参りました。ありがとう。あなたは命の恩人です。感謝します。お、進んだ。やばいやばいやばい。嬉しいですね、進むと。弓があったからよかったな、ボス戦。あー、釣れてる。治療してもらって、一回ここでセーブして、よし、取れ。王様んとこ行くんでしょ。これマップ見なかったらいけなかったよ。今レベルが7か。こいつのでかい感じやったな。お姫様なんか羽が生えてる。なんと間違いなく姫じゃ。かまぼよ、よく姫を連れ帰った。お父様、もう二度と会えないと思っていました。それよりお父様、古文書は大丈夫ですか。アンズルでない。古文書は大丈夫じゃ。わしにしかわからない場所に隠してある。父さんはそれはどこにあるの。私に教えて。怪しいな。ところで王様、村人との約束はどうなされますので。そうじゃの、かまぼは女だから姫をやるわけにはいかんな。そうじゃ、わしの妃ではどうかな。お父様、何をバカなことを。かまぼ様が困っていらっしゃいます。あ、女性なんだ。それは残念じゃ。これ兵士、2日前に手に入れたキャビアがあるはずじゃ。それを町に配ってまいれ。さあ、皆の者、宴会の用意をしろ。かまぼと姫を囲んで宴会じゃ。宴会が始まったその時、王様大変です。先ほど配ったキャビアに毒が盛られていました。マジかよ。村人たちが病院で寝込んでいます。大変じゃないか。やはり謎の仮面の男から買ったのが悪かったようじゃん。そんなもん配んなや。誰かわからんやつから買ったもの。かまぼよ、町の様子を見てまいり、あとはよろしく頼んだ。なんかひどいね。病気を治してやってください。医者じゃないんだけど。
お医者さんいるじゃん。王様が配ったキャビアでみんな寝込んでしまった。なんか音楽変わった。あれ、今日ここでセーブしようかな。ここまでにしましょうか。はい、というわけで、ファリア第2回やるかどうか分かりませんが、コメントとかあったら嬉しいですけどね。はい、というわけで本日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。